お話しされてました。このですね土地、実はですね私の家から歩いてすぐのところなんですね。数分で行けるところでして、まあ言っちゃあれですけれども、まあよくいろいろ調べられてるけども、まあ、自分の近くの土地のことなんでですね、まあ、言いたいこといっぱいあるんですね。で、まあ、勝手なことって言っちゃあれですけども、まあ、いろんなこと言われてます。でただいろいろ心配するところがあるんです。で今日玉木委員なんかがおっしゃってたこと、その8億円の話、まあ、福島にも言われてましたけども、これ、まあ、相当でかい金額ですねと。まあ、元々の土地がですね、9億ぐらいで8億減額してる。だから、本当に正しいのと。で、その正しいかどうかっていうことについてですね、実際にどういう見積もりがされているのか、どういう算定がされているのか、まあ、ここの部分は私、実際にですね、明らかにしていくべきだとは思うんですね。ただ、ちょっとまあ他のことも含めて見ているとですね、果たしてこれが、まあ、細かいその契約部分であるとか、それからその他の状況で見たときにですね、どうなのかなという部分もちょっと出てきているんですね。今ちょうど今この後ろで座っているときに、豊中市議会のですね、うちの、維新のメンバーから来ているんですけども、これまあ関係ない話といえば関係ないんですけども、同じようにその空港のですね、着陸する、まあ、ところまでの間がですね、もともと緩衝緑地みたいな形でですね、国がですね、そこを買収して、持っていたと。で住民の方が同意ていただいてという形にしていた土地がたくさんあるんですね。実は私の住んでいるところももうほとんど そこに近いところで、まあ、ここのですね、当該の土地の、北側に高速道路がありまして、その北側ちょっと行ったところにですね、今度また、まあ、今はですね、これ国有地じゃなくて、まあそこの関西空港株式会社、新関空株式会社、今の関西エアポートですかね、そこは持たれている土地をですね、豊中市が買って給食センターを作ろうとしているんですね。で、これは豊中市の小学校の半分の小学校の給食を賄うおよそと。でそこもですね、同じようにこの、まあ、こういうですね、ゴミが出てきたらしいんですね。で今年度というか前に29年度の予算でですね、この除去費用で11億4000万円、予算計上するらしいです。ということを考えると、これ11億4000万、まあ、広さとかもまだ今聞いているところなんですけれども、まあ、結構かかるんだなという印象を受けています。だからその8億が正しいかどうかという問題は、これはまあ別個に考えなければならないですけれども、そういう問題が出てきているので、ここは本当に8億がですね、正しいのかどうか、まあ、いろいろな方々が、いろいろこう、調べられたり追及されたりされてますから、まあ、ここの部分はですね、引き続きやっていくべきかなというふうに思うんですね。で、まあ、これはちょっと、置いておいて、私の方からですね、話がしたいのは、まあ、これに関連して、まあ、こういうちょっと疑惑めいたことばっかりを言ってるんですけれども、ちょっとその、まあ、地元のですね、住民がですね、懸念している影響であるとか、そういったところについて、いろいろとお話を聞かせていただきたいんです。で、まず最初に、まあ、今日の質疑でもあったんですけども、まずその平成21年から24年の間にですね、まだこの、学園がここの土地をですね、買うとか買わないとかいう前ですね、その時にですね、大阪航空局が、地下構造物状況調査、それから、土壌汚染調査、状況調査等を実施したと。で、まあ、土壌汚染、鉛、ヒ素、それから廃材、コンクリート柄などの、地下埋設物が発見され、発覚されしたというふうになっているんですけど、これ21年から24年となってますけれども、これいつ、実際にはいつですか。平河内航空局次長。お答えさせていただきます。本件土地につきましては、委員ご指摘のように、大阪、航空局から、近畿財務局に売却の依頼に先立ち、地下埋設物および土壌汚染について調査を行っているところでございます。このうち、土地履歴等調査につきましては、平成21年8月に行ってございます。その次の地下埋設物状況調査につきましては、平成22年1月に行ってございます。
3番目の土壌汚染外境調査につきましては、平成23年11月に行ってございます。で、最後の土壌汚染深度方向調査につきましては、平成24年2月に行っておりまして、それぞれ調査報告書が取りまとめられております。木下君。まあ、継続してやったと。で、実質ですね、いつそういうの分かったんですか。その調査したのは分かるんですけども、いつそれがですね、あったということが分かったんですか。平河知事長。お答えさせていただきます。先ほどご説明しました調査の結果、地下埋設物の存在につきましては、地下構造物調査を実施しました平成22年1月、土壌汚染につきましては土壌汚染外境調査を実施いたしました平成23年11月に判明いたしました。木下君。ということは22年に最初はまあゴミが見つかって、23年に汚染物が見つかったと。で、もう一つですね、この東側にですね、豊中市が買った公園、今公園用のがもう公園になってますけれども、があるんですね。で、ここはですね、豊中市と売買契約結んだのはいつですか。どちらですか。理財かな。佐川理財局長。失礼いたしました。豊中市との公園の契約は22年の3月10日に売買契約の締結としてございます。木下君。22年、私のあれだと23年だったんですけど、22年なんですね。まあ、ということは、この売却、豊中市に、隣接するところを売却したときにはですね、実質的にはここ、まあ、こういう汚染土壌だったとか、そういうこと分かんなかったと、ゴミが入っているということも分かんなかったということなんですね、ということだと、まあ、判断します。そしたらですね、それで私、ちょっとこれ調べてみたんですよ。豊中市 その売却する時の経緯を。そうするとですね、そもそもその国はここの部分についてはですね、そういうゴミであるとか、汚染はないというふうに、言われたと。それで隣 その公園をですね、実際に造成していく中で、まあ、汚染されているのも見つかって、ゴミも発見されたと。で、それでこの翻ってこっちの西側にあるですね、この今回 その小学校の部分についても、調査されたんじゃないかなというふうに思ってるんです。じゃあ、時系列的にはそれが正しいんだろうなというふうに思うんですけれども、で、それ正しいですかね。その辺はちょっと分かんないかもしれないですけど。平河内次長。お答えさせていただきます。先生ご指摘の現在豊中市防災公園として整備されている土地につきましても、売却に先立ちまして同様の大阪航空局が調査を行っております。で、土地履歴調査につきましては平成21年8月、地下構造物状況調査につきましては平成22年1月にそれぞれ調査報告が取りまとめられております。木下君。で、そのですね、売却公園用の方ですね、豊中市の方は14億いくらで売ったというふうな形になっていると。で、まあ、その後にですね、まあ、昨年までこれ続いてたようですけれども、売却した後にですね、その、まあ、汚染されていることが分かって、それでそこのですね、まあ、要は対策を豊中市がやったと。で、その費用がですね、2300万円ぐらいですかね、かかったということで、これをですね、賠償国がされてるんですね、実費をね。これ実費ですよね。で、ここで思ったんです。要は今回のところは8億円かかりました。ただ隣の公園については同じように、ほとんど変わりはなかったと思います、同じような、状態の土地であったにもかかわらず2300万円ぐらいで済んでいる。で、これなんでかっていうことをですね、まあ、昨日もちょっとレクしながら聞いたんですけれども、財務省なんかが言っていたのはですね、これ用途によってどこまでその要はきれいにするのかということが変わる。だから瑕疵がですね、どこまであるかっていうことを、算定したときに、公園であれば上に建ては建てないんで、杭を打ったりとかそういうこともすることがないんで、瑕疵の範囲が狭まるというふうな、そういう話だったんです。
で、実際に私そこの公園でですね、毎年夏に唐揚げあげたり、お祭りがあるんですよ。で、私がもう唐揚げあげたりとか、あのジュースをですね、安い値段で売ったりだとか、そういうお手伝いもさせていただいてて、まあ不安だなと、周りの地域住民の人たちも大丈夫かというふうな話はしてるんですけども、まあそれは置いといたとして、それだけその金額に差がある。これは本当にその用途によって、貸しの範囲が変わって、そこの部分のですね、値段が2000万円なのか8億円なのか変わると、こういう考え方でいいんですかね。佐川局長。あの今の豊中の公園の話でございますけど、あのそもそもあの最初に委員がおっしゃいましたあの埋設物の話につきましては、そもそもあのその調査結果は事前に豊中市にあのお知らせしてございます。でそれを踏まえた上で豊中市と の, その随意契約の中で豊中市としてはそれも踏まえた上での、まあ、金額の提示をされて、この14億の金額で売買したということでございまして、それからそれで契約が成立したときにですね、貸し担保条項はそこはついてございまして、それはもう一度その事前に分かっているものはそれとして、それ以外のものについての貸し担保条項がついているわけでございますけれども、それについて今委員がおっしゃいましたその土壌汚染のところが後で分かって、でそれを実際に請求されて国としてお支払いしたというのが事実関係でございまして、あの現実にその貸し担保条項でそういうのが実際にかかった費用については後で分かったものでございますから、今おっしゃいましたようにかかった費用としてお支払いしているという。木下君というのは、まあ、今の話だと、もともとゴミがあることは分かってたと、で汚染は分かってなかったわけですよね。で、豊中市が買ってみて汚染部分があるんで、その上に、まあ、盛り土することでですね、2000数百万円かかったということだと思うんです。で、まあ、それを考えたら、まあ、貸しの範囲が違うということになる。で、これは用途によって変わるということになるかなと。それからもう一つはその契約の内容によって違うって、こういう整理でもう一度教えてください。佐川局長。あの今委員おっしゃいました通りでございまして、例えば公園だと上にあの建築物もございませんし、表層利用ということでございますので、今おっしゃいましたように専門家としてそこに盛り土をすればですね、安全性が確保されるということであればそうなりますし、現実に深く杭を打ってですね、建築物を建てるということになれば深いところまで除去して運んでまた新たな土を埋めるといったことで、そこはそういう違いがあると思います。木下局長。で、それ考えるとですね、まあ、正しいような気はするんですけれども、これちょっと本当にいいのかなと、まあ、あの契約としてはいいのかもしれません。でこれ、まあ、公共の、使途に対してですね、まあ、ここはのこういった土地は売却するんだということで、まあ、随意契約になっていると聞いてるんですけども、こっちの森友学園の方も、私が聞いてる限りでは、その用途を指定して10年間はあのそういう用途で、使わなきゃいけないよという契約になっていると聞いてます。で豊中市の方のその公園はですね、用途を指定して、何年間とかこういうのは決まってるんですかね。佐川局長。あの豊中市はあの地方公共団体でございまして、これも公園として使うということでございますので、その用途指定 の, その期間については設定してございます。木下君、はい、そうですよね、まあ、公共 の,、まあ、あの自治体だからというのもあるかもしれない。ただそういう、契約の内容になってないということは、ある程度、長い間ですね、それなりの公園としての用途を使った後に、売却する、もしくはですね、他の用途で使うということも、まあ言えば今の話だったら自由なのかなという気がするんですね。でそしたらですね、考えたときに、まあ、国がどうこうという話じゃないですけど、豊中市ってこれどうしてるんだろうなと。っていうのは、地下にですね、そういうものがあって、一旦は公園として使うから、そんなに下のもの除去する必要がない。でも、さっき冒頭言いましたですね、給食センターみたいなことをするってしたらですね、新たに建屋が建っていくから、給食センターだったら11億3000万円ぐらいこれ除去費用かかるんですよね。って考えると、その売買契約したときに貸しの範囲が違うことによってですね、その後の用途で使うときがですね、自己負担することになるんだと思うんですよ。でこれは豊中のですね、市民からすると、大丈夫かいなという話になると思うんですね。でこういったことはこれも通常だと思っていいんですか。これはどうなんですか。佐川局長。あの
申しましたように、豊中市にはその埋設物があることはもちろんあの知った上で売却をしているわけでございまして、その以外に貸し担保条項がまあついておりまして、その土壌汚染については後でお支払いをしたということで、そういう意味ではその全てそういうことを全部了解した上 です、ね、あの豊中市としての売却をしているということで、うん、これもうね、こういうことを了解しているって、まあ、あの確かにそうかもしれないですけれども、これは、まあ、豊中市のですね、豊中市どうしてるんだって市民は思ってるだろうなと私はちょっと思ったんですね、ここのからくりがあったら。でもっとこれ面白い話なんですけども、面白いって言ったらあれですけど、この懸念すること、これね、14億2000万だったと言ってるんですね。で14億2000万でじゃあ豊中市がですね負担したのかというと違うんですよ。私これ、まあ、あの豊中市から引っ張ってきたんですけどね、14億2000万の内訳、これですね、7億1000万円が国庫補助金、住宅市街、総合整備事業ということで、7億1000万円、国からこれ、あの補助金出てるんです。で、プラス臨時交付金、地域活性化公共投資、6億9000万円出てる。豊中市の負担額はですね、なんと2000万円なんですよ。それをね、これね、あの手続き上、まあいいのかもしれません。でも、それは豊中市、文句言わないですよ、その時点では。だって2000万円でやって、ただその代わり、また違う用途になって、何か建物が建つときにはですね、お金かかっちゃう。そのお金については、もう契約で、貸しがもうあの、まあ、消えているという状態で、豊中市が負担するということになるだろうということなんですね。だからこんなことを言わないのかなと思ったんです。これがどうこうという話じゃないけども、これを見てて思うんですけども、これ国も国でですね、果たしてこの周辺の土地っていうのをですね、もう何でもいいから、とにかくその公共のですね、ものであるんであれば、二束三文でも売ってもいいと、早く処分したいと。いうふうに思ってたんじゃないかなと、こういうのを見ても思ってしまう。まあ縦割りでやられてるからですね、これ横のつながりあるかどうかは知りません。これは私の主観ですから、あの特に答弁も求めませんけども、こういうことをしているから、だからいろいろなその疑惑っていうのは出てくると思うんです。それからもう一つ、これね、地域のところでいろいろ言われてるんですよ。すごいあの心配されていることあるんですけどもね、ここですね、この森友学園がこの土地を、まあ借り受ける、そして買うというふうのになる前にですね、ある学校法人がここの土地をですね買おうとしてたんですね。でそういう打診があったと聞いてます。その打診があったの、その申し入れがあったのは、その時期はいつなのか、そしてなんでそれが不調に終わったのか、この辺を教えてください。佐川局長。はい、その森友が今建っている年の前の話でございますが、平成、24年でございます。平成24年にその別の学校法人が本県土地の取得を要望してございました。でその、まあ、その時ももちろん地下の埋設物の存在が確認されていたわけでございますけれども、その別の学校法人のその希望取得価格というものをですね、もちろんあの公共随計でございますので、その当然見積もり合わせをするわけでございますけれども、で我々は当然その不動産鑑定学科の価格をまあこの中に持っているわけでございますが、そういうその予定価格よりもですね、その先方の学校法人がお示ししたお価格が多分安い価格だったということで、その土地の取得が実現しなかったということでございます。木下君。まあ、私が聞いている限りではですね、7億いくらだったというふうな話を聞いているんですね。まあ、これは確かかどうか分からないですけども、まあ、地域でもそういうふうなことを言われてます。でですね、これ、まあ、こんなこと言ったら関係ないというかもしれないですけども、その学校っていうのはですね、まあ、名前言っていいのかあれですけど、まあ、ここだから言いますけれども、大阪音楽大学と、隣なんですよ。隣にあるんです。で道挟んで反対側にですねホールも持っていて、総合的にそこで、ちゃんと土地を活用してやりたいと思っていたはずなんですね。でこれわざわざ、しかもですね今聞いたら、24年ですか、24年の時点でしかも土地のですね埋設物があるということが分かっていた。でなんでですね、私は思うんですけども、そしたら、まあ、資金繰りができてたからかもしれませんけれども、この森友学園側に対しては
まあ、スーパーオプション契約だと私は思っているんですけども、そもそも最初にですね、借り受けを、売却を前提にした貸し付け契約提案してるんですよね。で貸し付けしてるって、それで造成してみて、しようと思っていろいろ掘ってみたら出てきたと。これまあ7億耳揃えて払いますと言ったからやらなかったのかもしれませんけども、そういう提案でもですね、もししていたり、もしくはその地下埋設物が分かっていたんだったら、いっぺん掘ってみて実際に建物建てるときにどうなるかというふうなことをですね、しっかりこの森友学園じゃなくて大阪音楽大学が言ったときに、これがいいかどうかは別としても、これ財務省、まあ、それか航空局ですかね、がもう少し頭絞ってやってたらですね、もっと総合的にですね、そこの町良くなってる可能性がある。これすごい、ちょっと私が言うのもこれ時間がもったいないんですけども、言わせてもらいますとね、ここの地域、私はもう住んでるんで言わせてもらいますけど、これ大変な地域なんです。大変って言うとまた怒られますけれども、今ですねこの地域ですね、小学校が、周辺で6校あるんですよ。この6校がですね、1学年全部ほとんどが1クラスで、あまりにもその南北格差といって、北側の方はそんなことないんですね、あの子育て世代いっぱいいる。でも南の方の私らの地域についてはですね、まあ、どん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 その子育て世代出ていってしまって、すごい大問題になって、この数年の間にですね、小中一貫校にして6校をですね、2校に集約しようという話になって、地元の中ですっごいこれ問題になってるんです。でその時にこの地域の再生も問題になっている中で、唯一のですね、この地域のブランド、何どういうブランドでどうやって盛り上げていこうっていう時に、音楽大学があるから音楽の街にするんだと言って、これ頑張ってるんですよ。なのにですね、これ恨み事になるかもしれませんけども、そんなことは無視してしまって、もう街の再生もかかってたかもしれない、そういったものをまあ分からなかったかもしれないけども、無視して森友学園の方にはスーパーウルトラオプション契約になってるっていうところが、私はこれ残念でしょうがないんです。でましてや地域のことで言うとですね、これ私が懸念しているのは、さっきのところも含めて、そのさっきのというのは、そのまあ給食センターも含めてですね、大阪のその大阪空港、大阪国際空港、あの伊丹空港のですね、その滑走路の延長線上で、そういう形で国がですね、一旦この買収した地域、買い取った地域、ここはですね、おそらく今までの経緯見てるとですね、いろんなところで、まあ、その当時の広報だと思うんですけれども、そのほとんどが、まあ長屋といったあれですけど、大阪では文化住宅って言われるような、こういうのを全部こうですね壊して、で瓦礫捨てるとこないからですね、全部埋めてるんじゃないですかね、当時のやり方だからだと思うんですけども、そうやってどん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 やってるのが、まあ、出てきてるわけですよ実際にね。でこの同じような地域、隣接する地域にはですね、もうマンションも建ってるし、建て売り住宅もある。その時におそらく掘ってるはずなんですね、同じように出てきてるはず。ただマンションの場合はですね、深くまで掘ってるから、その瓦礫がですね、瓦礫というのか、まあ、その埋設物が埋まってるよりも下まで掘ってる可能性があるんでですね、そんな問題にならなかったのかなと思うんですけども、こういうことをどん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 やっていくとですね、これ地下に影響してくるんじゃないかなと、路線価にも影響するんじゃないかなというふうに思ってるんです。でこれが本当であれば、まあ、それはしょうがないかもしれない、その8億かかったっていうのが本当に8億だったら余計のことだと思うんですけども、知恵を絞って、いやいやこれで8億分になったからだというふうになってたら、意図的にそういう周りの人たちがですねの関連する地価が下がることに影響を与えてしまう可能性があるっていうことなんですよ。これこういうことも含めて、これはまあ、あの今回のその8億のことではなかったとしてもですね、もう現象、実際の事実として見てみてですね、埋設物いっぱいあるわけですよね。でこういうのを考えたときに、その周辺への影響、土地の価格であるとか、こういったところはどう考えてらっしゃいますか。佐川局長。1点だけ申し上げていただきますが、先ほど先生がおっしゃいましたが、われわれ一応、公的取得要望で豊中市にもいかがでしょうかと、声をかけして、豊中市の方から、いや、ちょっと今回は遠慮しますということで、
森友学園になっているということの経緯だけはぜひご理解いただきたいというふうに思います。その上でその周辺の影響でございますが、まあ、そのこれの土地でこの地下埋設物が発見された、まあ、あの撤去もしているようでございますけれども、それで周辺土地の地下へどう影響するかというのはちょっと今地下についてのさまざまな要素で決まってくる話でございますので、現実にはちょっとわからないと。木下、これあのこれから先ですね、まだあの国有地はあるはずですね、あの周辺ね。でいっぱいこうやってあの、まあ、虫食い状態でいっぱいあるんですよ。金網で囲ってあってですね、もう今国が持っているものと、それから今 の, あの関空株式会あと関西エアポートですかね、持っている土地とあります。でももともとはほぼ一緒です。でそういうところがですねどうなってるか、これやっぱり私は調査するべきだと思うんですね。あまりにも地元への影響懸念が私は大きすぎると。これはどこがやるかという問題はあります。ただここについて協力していただきたいんです、なんとか。それから、まあ、そのもう時間があと数分なんであんまり言いませんけれども、まあ、今日も話してましたけども、これ実質的にはですねこういった問題の方が一番大きいんだろうなと。よくテレビやなんかではですね、私はここ の, その学校の方針自体がどうこうというふうな話はしたくはないです。というのは私の価値観からすると合わないです。合わないけれども手続きとしてしっかりやっているだろうと。で、懸念事項もいっぱい出てきて、大阪の私学審議会ですね、ここの中では、まあ、私学審議会のメンバーの人たち、地元の幼稚園の先生とかもいるんですけども、まあ、議事録見てみたらですね、懸念事項全部しっかり出してるんですね。出した上でこれから先こういったこと、例えば資金繰りもそう、人も、生徒も集まるかどうかもそう、カリキュラムもそう、こういったことはですね、これから先認可を下ろしたとしてもその後もですねしっかりウォッチしていくと。で手続きとして書類上の手続きは踏まれているから、認可相当だろうというふうな判断を下していてですね、しかもこれ大阪府がやってるんじゃなくて、大阪府がですね、全て、まあ、教育庁に権限移譲、知事がですね教育庁のこれも権限移譲してるんですね。でその中でと、やられていることで、ここは適正な判断だろうと思うんで、そこのカリキュラムがどうかとか言ってメディアもそうだし、あるあの一部の議員なんかもですね言ってますけど、ここの部分については、まあ、言うことではないのかなと。確かに懸念することは大きい。個人的には私も、まあ、ちょっと価値観違うなということあるんですけど、こういうことではない。それからもう一つ、ダンプの話でダンプ出ていったかどうかとか言ってます。でも私見てたらですね、地元でですね、あの地元に行ったらその前もう1日に5回も6回も通るんですけども、ダンプなんてほとんど出てないです。でもそれが問題なわけでは私はないと思ってる。なぜかというと契約の中でですね、貸し条項があって、もうこれ以降の一切の貸しは、そこの森友学園はあの問わないという契約にしたんですよね。ということは今もあそこの中に、埋設物が埋まっている。そのリスクを森友学園は負った状態で上に建屋を建てていると。これ認識、これで正しいですよね。佐川局長、そういうことだ。木下君、だからここでダンプの問題がどうたらこうたら、それはもうあとはここの学校がですね、そういうことも含めてリスクと思って、でそれに対してですね、将来の保護者の人たちがどう判断してそこの学校に入るかどうか、そういうことを判断していくこと。その代わり、まあ、あとはカリキュラムとかそういうところにね、本当に決定的な問題があるんだったらこれは指摘をしていかなければいけませんけれども、そういった問題がこの問題の本質ではないということなんです。地元の問題、それからこの土地のですね、まあ、官邸のですねやり方が本当に正しかったかどうか、これについてはですねこの後、私の同僚のですね足立委員がですね予算委員会の、一般質疑の方でもこれ繰り返しやっていくことになりますけれども、まあ、この辺を明らかにこれからもしていきたいと思います。それから最後、大臣に一言あのお願いしたいことがあるんです。このさっきも言いましたけども、この周辺ですね、6校の学校がもう集約される、あと何年かかるか分かりません。うまくいけば2年か3年、その時には私国会議員じゃないかもしれません。ただもしもよければここのですね森友学園じゃなくって、その小中一貫校、公立の小中一貫校できた時にですね、開校式もしくは入学式1回目のですね時に大臣来ていただきたいんですよ。これやそういうことをやっぱりあのやっていくことっていうのがすごく重要で、やっぱり大臣来ていただくと、ああいうところの地域でですねしっかりと教育されてるんだと思って、
子育て世代どん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 引っ越してきてもらうようなそういう手助け、まあ、ご検討いただければと思いますので以上で終わりたいと思います。これにて木下智彦君の質疑は終了いたしました。次に今井雅人君。今井君。民進党の今井雅人でございます。